認知症は認知機能が障害され、それによって生活障害が現れた状態ですが、同時にさまざまな精神的健康問題や身体的健康問題、社会的な生活課題を伴い、臨床像全体が複雑化する傾向があります。認知機能障害の特徴は、障害される脳の部位と深く関連しています。アルツハイマー型認知症では、海馬を含む側頭葉や頭頂葉の障害が目立つために、近似記憶障害、言語理解の障害、視空間認知の障害が認められやすくなります。レビー小体型認知症では、頭頂葉、後頭葉、脳幹の機能低下が認められるために、視空間認知の障害とともに視覚認知の障害に関連した幻視や錯視、脳幹の障害に関連する意識レベルの変動やパーキンソン症状が出現しやすくなります。前頭側頭型認知症では、前頭葉や側頭葉の機能障害のために、実行機能障害や脱抑制傾向、障害される部位によって語義失語や発語障害が認められやすくなります。血管性認知症では、障害の部位によって多様な認知機能障害が認められますが、皮質化血管性認知症では前頭葉機能の低下に関連した実行機能障害などが目立つ傾向があります。こうした認知機能の障害により、さまざまな生活障害、つまり日常生活動作 ADL の障害が現れるのが認知症の重要な特徴です。 ADL の中でも、買い物、交通機関の利用、金銭管理、電話の使用、食事の準備、掃除洗濯、服薬管理などは手段的日常生活動作 IADL と呼ばれ、一人暮らしをするために必要な生活機能と言われています。一方、入浴、着替え、排泄、食事、移動、静養などは基本的日常生活動作 BADL と呼ばれ、身の回りのことを自立して行うために必要な基本的生活機能と考えられています。軽度の認知症では、 IADL が障害され、中等度になると BADL が部分的に障害され、重度になると BADL が全体的に障害されるようになります。